はい、こんにちは。今回は歩くときに麻痺がなしにもっと体重を乗せられるようになるためにはどうすればいいのか、そんなテーマで話をしていきます。この動画では左の足を麻痺側としてご説明します。普段歩くときですね、この麻痺がなしに十分に体重が乗せられないということありませんか？何か不安定感があって怖いとか、すごく筋肉がぐっと突っ張ってしまって乗せにくい、そういう時どうなるかというと、この麻痺側の足に体重を乗せる時間が極端に短くなってしまって、すぐにいい方の足を前に出してしまう、このような歩き方になっていることが多いです。そしてこのような症状をですね、良くするためにどんなリハビリ方法を普段やっておられるでしょうか？私がよくご相談でお伺いするのは、まずは筋力トレーニングですね。麻痺がなしに体重が乗せられないのは筋力が足りないからだというふうに教えられて、足腰の筋力を鍛えている、そんな方が多いです。その他で言いますと、この立った姿勢で麻痺がなしにたくさん体重を乗せる練習とか、片足立ちをしてとにかく体重を乗せていこうと、このような練習方法を選んでいる方が多いです。ですが少し待ってください。もしこのような練習をしてですね、3ヶ月前とか半年前の自分の体の状態と今の体の状態があまり変わっていない、歩きやすさにつながっていないのであれば、何かリハビリ方法を変える必要があります。また私たちの動きのコツのリハビリを動画を見てくださって知っている方はですね、足の裏の感覚が大事だとか、腰が引けてるから前に出さなきゃいけないとか、少しそういった風に取り組んでいる方もいるかもしれません。でもなかなかやってるけどもうまくいかないという方も、やはり何か足りてない部分があるとか、動きを間違えてしまっている可能性があります。そのまま放っておくとですね、今後のリハビリも変化を感じられないままただやるだけになってしまう、そのような危険性があるので、ぜひそういった方はですね、何か今ここでやり方を変える必要があります。今回の麻痺側の足にもっと楽に体重を乗せるためにはどうすればいいのか、詳しい話を1月の21日の金曜日午後の1時からライブ配信でお伝えしていきます。ライブ配信でリアルタイムでご参加いただいて、コメントのやり取りをしましょう。そこのコメントのやり取りを通してあなたのお体の状態を聞かせてください。そしたらですね、よりあなたのお体に合わせたリハビリ方法のご提案をライブ中にお伝えすることが可能です。なのでぜひですね、今回の1月21日の金曜日1時からライブ配信でお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。